ファン口説いた、ファン口説いたってみんな言うけど、これ一言言わせてもらいたいんだけど、ファン口説いちゃいけないって言われたら、どこの世界で僕女口説けばいいの？アイコニック破局って何ですか？前の彼女と別れた時ね。あ、仮想通貨、スピンドル、うんうん、これもすっごい騒がれたじゃないですか。師匠ってやっぱいっぱい出ました。レピテーション悪くなったもんね。でよく僕売り抜いたって言われるんだよ、はいはい、持っとるって全部持っとる。次がですね、あの愛犬の件。あ、はいはいはい、犬の件、うん、あれもだいぶ炎上されてたじゃないですか、うん、あれコロナ中でしたっけ？コロナ中覚えてないの？どうだったの？2020、あ、そうだ、2021年って書いてあるね。これは岳さんが犬を友人にあげたとことかから始まったんでしたっけ？僕にポーカーの師匠がいて、はい、まあ、恩人なんだよね、僕にとって、はい、恩師なんだよね。でその人から相談を受けて、で奥さんが、まあ、犬を長いこと飼ってた犬をロスしてしまって、でペットロスになって今もう精神的に立ち直れなくなってる。で新しい犬も飼えない、うんうん、寂しくて死が、なんかその死が、死を受け入れられなくて、はいはい、飼えないっていう話だったんで、うんうん、どうしたらいいですかねって言うから、僕が今飼い始めた犬がいるんですけれどもって、うん、こういう形で奥さんに言ってみたらどうですかねって、ガクトが引き取ってほしいっていうお願いだったら奥さんも聞き入れるんじゃないですかって、そしたら立ち直るきっかけになるんじゃないですかって、うんうんうん、っていう話にしてみたらどうですかっていうとこ始まったの、うんうんうん、でうち来たばっかりなんでしつけをしてからそちらに連れて行きますって言って、しつけをして連れてったわけ、うん、ある程度ね、まあ、奥さんもそれでペットロスから立ち直って、まあ僕は里親に出したんだよね、はい、要はで奥さんは元気になったし、でまあ恩師からは、まあ、しょっちゅう写真が送られてきて、今こんな感じなんですよっていう感じ、うんうん、何も悪いことなくないですか？美しい話じゃないですか？美しいかどうかは知らない、うん、美しいかどうかは知らないし、うん、ただ自分の子供を他人の親にやるのかみたいな、ペットは家族だぞみたいな、ペットは家族と同じだろうみたいな、はい、うん、あのね、ちょっと一言だけ言わせてください。ペットは確かに家族のような存在ではあるけれども、家族じゃないでしょ。そんなことない、ペットは家族だっていう人が出てきますよね。ってことは家族はペットですか？ペットは家族だっていうのが道義だったら、うん、家族はペットですかって。そうですね、 A イコール B なら B イコール A ですよねって話ですもんね、じゃん、はい、そしたらさ、そんなへりくつ言ってって言われるのよ。あのね、へりくつじゃなくて、ってペットが家族のように大切なのは僕も同じだし、でも里親の制度だってあるし、人間の世界でもね、うん、養子のことだってあるし、うん、いろんな事情があって親が2人いることもある、うん、いろんな事情があって子供が他人の別の、ね、家族の中に入って、うん、新しい親と元の親との間で生活することだってある、うん、でもそれをペットだからっていう理由で言うのやめませんって。別に綺麗な話かどうかは分かんないけども、少なくとも僕にとってはその恩師が幸せでいてくれることと、うん、奥さんが元気になったってこと、うん、はい、何より嬉しいわけで、はい、まあ、その後ね、いろんなその動物愛護の方たちがなんかいろいろ言ってきたりもしたんだけど、はい、中にはね、市役所で捕獲された犬、保護犬、はいはいはい、なんで保護犬を引き取りに行ってそれをやらないんだとかね、はいはい、いやいや、それこそおかしな話でしょって、保護犬ならいいってどういうことなのって、って話じゃん、はい、権限はないのか、はい、でしょ、それはあなたの都合でしょって、うんうん、あなたの考えで保護犬だったら OK で自分が飼った犬はダメだって、変な話じゃないですかって。
まあ別にここの問題に関してはみんなそれぞれ考え方もあるし、そういうことが好きな人たちもいっぱいいるから、別に僕は否定もしないけど、否定するな。そうですね、うん、だってね、例えばそれを言うなら、ペットショップで売ってるペットはどうなるんだって、みんな山でね生まれた子供を売ってるわけじゃないよ、みんなブリーダーが育てて、ブリーダーがある程度まで育てて、その子を売りに出すわけだよね。じゃあそこは金銭が発生しても文句ないの、そこには問題はないわけ、そこには大声出さないの、僕なんか金銭もらえましたかって、もらってないですよって。で今でも僕は親の一人だし、今でも僕はその子にとっての一人の親でもあるし、要はその子にとって親が二人いるわけだよね、その気持ちは変わらない、だからあげたってよく言われるけど、引き取ってもらった、でそれを問題だっていう人にとってはまあ問題なんだろうし、別にそれはいいじゃん。さっきも言ったけど、ペットは家族だろっていう人は、じゃあもう一回同じ大きい声で、家族はペットだろって叫んでくださいって。お母さんペットだ、兄弟はお姉ちゃんペットだと。変な話じゃん、ペットは家族のような存在ではある。だけど家族とペットの大きな違いは、家族は同じ人生を歩んでいっているようで、途中から一人で人生を送るためにサポートしていくのが家族、ペットは自分が死ぬまで一生同じ道を歩いていくのがペット。ペットは独り立ちしません、そうですね、じゃあ、それをペットは家族、ペットは家族のような存在だということは理解できるけれども、人間と同じだっていうのはそれは違うでしょって、そうですね、同じじゃないでしょって、学校にも行かせないでしょって、だってあなたの手伝いしますかって、お小遣いもあげないでしょって、仕事もしないですもんねってそうですね、あなたの人生にずっと付き添っていくパートナーではあるかもしれない、でも人間とは違いますよって、って僕は思うけどね。いや、あれがなんであんな炎上したんだろうって不思議ですよね。まあ一つはもうとにかくコロナ禍で攻撃対象を見つけたいっていう、もう何かにつけて攻撃したい、攻撃できる相手を見つけたい、強いものいじめしたいっていう、なんかあのコロナの一番初めの頃、まだそういうもうこの後どうなんだろうっていうようなみんなが不安抱えてる時期に、唯一そのそういう業界で仲良くしてもらってる GACKT さんと窪塚さんが二大巨頭で毎月なんか炎上していくしてってるっていうイメージがありましたね当時。何か言うとわーっと炎上して、人はね思うんだけど、やっぱりしんどくなったり不安になったり、その不安がピークになると攻撃する対象を探すんだよね。まあそう考えると攻撃され続けてきてるわけですもんね。はい、もう全部が敵だって思っちゃいますよね。もう世の中敵だらけだって。僕が、はい、なんかやることなすこと全部なんか上げ足取られたりとか、週刊誌に上げられてみる。いやいや違う違う違う、僕は敵だと思ってないよ。周りが敵だらけに見えてきたりしません、そんな状況。いいよ。違うですか。なんで、なんで、なんで、なんだろう、自分がもしそういうなんか自分がやることなすこというということが週刊誌とか含め世の中のコメント含め責められたら。違うよ、それってさ、はい、しょうがないじゃん。しょうがないんですか。だってそれも含めて多分僕って表に出てるから、はい、そういう時期もあるんだろうし、もちろんそれが心地いいわけではないよ、勘弁してくれよとは言うよ、まあだけど少なくとも表に出て仕事をしている人たちって、その攻撃対象になることやプライベートなんかないような状態になることって、仕事の一部みたいなもんなんじゃないの。ただ仕事っていう感覚でその受け入れられることはあっても、人間としてそれは人としてやることはちょっとおかしくないですかっていうことに対しては僕も切れるよなるほど、なるほど、だけど
まあ、世の中のそのわーってなることに対していちいち僕がそれで反応してたら多分もう死んでるよ、うん、とっくに自殺してる、自殺する玉、うん、か自殺してるか殺してるかどっちか、あどっちにも殺が入るね、殺が入りますね。もちろんなんか起きるたびにさ勘弁してくれよとは思うよ、うん、でもいちいちそのことに執着してたら生きていけないし、それこそ思う都合じゃん、うんうんうん、相手の、はい、うん、僕はそこのカテゴリーの中では生きてないからさ、うん、幸せだなと思っても生きてるし、うん、今こうやって生きてること自体に感謝もしてるし、うんうん、で、まあ、さっき言ったじゃん、アンチが多いですけどねって言ったじゃん、うんうん、ネットの世界ってさ応援してる人、アンチじゃない人とアンチの人、ネガティブな人、またポジティブな人、ネガティブな人、うん、応援してくれる人、攻撃したい人、うん、生活に充実している人、やることがない人、どっちがネットに関わってると思う？ああ、負の方ですか？はい。うーん、だから全てのヤフコメもひどいですよね、あれもう読む価値のない、うん、なんかディスり合い、はいはい、でしかもディスってる相手がまたさらにディスってる相手をまた罵倒し合うっていう、うん、もうすごい負の連鎖が起きるじゃん、はい、あれ生活に充実してる人がやってると思う？いや絶対しないですよね、しない、うん、つまりアンチコメって基本的にはパワー強いんだよね、ネガティブの、うーん、だからそういう人たちのことを真に受ける必要、うん、むしろある、そうですね、なるほどな、でそれは昔あのドワンゴの会長から言われた言葉、はい、ネットの書き込みの見方をみんな知らなすぎるって言った。ネットっていうのはその例えば掲示板とか呼ばれるものも今に始まったものではない、だけど基本的に書き込みする人たちっていうのはみんながそう思ってるからそれを書き込んでるではなくて、その中の負の人たちがそれをやるわけで、それは昔からどの時代もある。例えばトイレの落書きもそう、バカ死ねとかね、誰々殺すとか落書きいっぱい書いてあったでしょ、うんうん、それはそのネガティブな人たちが基本的にはエネルギーを持ってやるわけだから、その人たちのものの見方っていうのがあるよって、うん、で何回も何回も書き込むしね、そういう人たちって、はいはい、だから実際に面白いデータだなと思ったのは、例えばあのニコ生とかでライブでやるじゃん、はい、そうすると書き込みでアンチコメってほとんど気づかないんだよね、流れすぎて分かんない、大多数の中のほんの一つにしか過ぎないから、だけどそれが例えばデータになって何回も何回も見るようになると、そこに何回も何回もアンチコメを書き込むから、それがどんどん目に立ってくるっていう話、エネルギーを使うのは明らかに負のエネルギーを持った人たちの方が圧倒的に多いわけだから、それも踏まえた上で判断していかないと、特に僕らみたいな表に出る人たちって攻撃の対象になりやすいわけじゃん、それによって傷ついたとかってよくわかんないでしょ、うんうん、だからそれっていうのは要はこういうことさ、100人いてね99人にありがとうって言われた、うん、1人にお前なんか嫌いだよって言われた、うん、99人にありがとうって言われてるのに、その1人のお前なんか嫌いだよに傷ついてるのと一緒、うーん、なるほどなるほど、そこだけピックアップしちゃうんですね、そう、うんうん、いやちょっと待てと、うん、100人いるんだから、ね、何人かはお前のこと嫌いなやつもいるかもしれないよ、うん、でも他のやつがみんなお前に対してありがとうって言ってんだから、うん、なんでそっちに対して感謝しないで負の方を見てなんでこんなこと言われるんだろうってなるの、うん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 、変じゃん、うんうん、そうですね、目線が違いすぎる、そうですね、でそれに傷ついて自殺するとか、うん、ダメでしょ、うん、でもし本当にね、うん、国がいじめがどうのとか、うん、って言うんだったら本当に法律で徹底的にやってしまったらいいじゃん、うんうん、そうですね、なくなんないよこれは、うん、今に始まったことじゃないから、もう何百年も昔から続いてることだし、人間が持つ、うん、まあいわゆる業だよね、うん、いじめを法律的に禁じて捕まったり罰せられる、まあ、小学生であってもみたいにしたらどうなるんですかね、それでもやっぱ起こるんですかね、起こるだろうね、うん、だってさ人間って残念ながら優越感と劣等感の間で生きてる動物だもんね、うん、
誰かを見上げて劣等感を感じ、自分より下の人間を見て優越感を感じる、そこで、ああ俺はこいつよりマシ、私はこいつこの人よりも全然いけてると思いながら、なんで俺はこうなんだろうって今度上見てそう思う、この狭間でずっと生きてるから、とにかく下を探したい、弱いものを攻撃できる対象、自分の吐け口を探す、それは普通のことなんじゃない、特に弱い人になればなるほどするよね、それって。なるほどな。ガクト年明け逮捕か、前代未聞の問題作、ガクトがついに真相を告白。メディアに流れるさまざまな噂、それらに沈黙を貫いてきたガクトに全ての疑問をぶつけたノースビレッジ編集部、真相が気になっていた全てのファンの皆様、そしてアンチの皆様、お待たせしました。ガクト本人が初めて NG なしでスキャンダルと炎上騒動について全ての真相を告白。炎上やスキャンダルにさらされても何度でも立ち上がるガクト、彼を突き動かすものは何だったのか。さらにガクトが最も信頼した超側近者の S が数々の疑惑に証言した、これが真実だ。未だに残る疑惑の数々に対し、客観的な第三者の証言と証拠とともに真実が白日のもとにさらされる。ガクト敗戦記、2023年9月4日全国書店にて発売。果たしてガクトは黒なのか白なのか、それを決める陪審員はこの本を読んだあなただ。 Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always welcome on the wild side.